車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは石井くんです。ボンドショップ東京の石井です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回紹介するのはこちらなんですけれども、はいはい、いつもカスタム紹介だと、はい、ある程度予習してから、はいはい、初めて聞いた風にお届けすることもなくないんですけど、そうですね、その方が僕ら楽ですからね非常に今回は、はい、本当に何も聞いてないです。はいはい、はい、そうです。なんで石井君に今回のこの LX どんなカスタムをしたのか、はい、もうゼロから聞いていきたいと思います。そうですね、僕が伝えようとしたら拒否られましたからね初見の反応でお届けしたいと。まずそのレクサスなんですけど、東京店意外に入庫する機会多いんですよね。多いですね。やっぱりセカンドカーとかファミリーカーとかで利用される方が多いですね。あとはまあ会社の車とかで多いんじゃないですかね。ボンド全般やっぱりその輸入車メインで取り扱わせていただいてるんで、輸入車だけっていう風にイメージ持たれるという方も多いんですけど、はい、実際は国産車も結構多くって、ね、レクサスは特にカスタマイズだったり、はいはい、まあ、その辺のご入庫もいただいているということで、で今回もう本命じゃないですか、結構レクサスの中で。そうですね、最上位 SUV ってやつですか。はい、はい、LX600 をカスタマイズしたということで、はい、外装はこれ何か触ってる感じですか。結構触ってますよ。何もつけてないんですけど、いっぱい塗りました。なるほど、はい、どの辺を。もうこれ見てわかると、これでも気づかないかもしれない、これフロントグリルこれ塗ってるんですよ。あ、これ塗ってんの。これみんな絶対黒くするじゃないですか、うん、ブラックアウトだって言って、グロスブラックなのかサテンブラックなのか嫌だったんですよ、お客さんと一緒に。でもみんなと一緒になっちゃうからって言って、このフロントグリルの部分と、あとこの下のアンダーパネル、あ、こうこう、はい、これ元々は何色？シルバーです。なんかよくあるレクサスのシルバー。で、あとここも同じ色で塗ってるんですけど、まあ、そもそもこの色って、まあ後で紹介するホイールの色に合わせてるんですよ。あ、なるほど。なるべく近くなるように。うんうんうん、ただまあやっぱり地のベースがそもそも違うんで、まあ、完璧に一緒になることはないんですけど、まあ、やっぱり他となんか違うことをやりたいっておっしゃってたんで、まあ、そこで何の色がいいかなって思った時に、あ、じゃあ今回こういうホイールの色だからこの色に合わせてみようかなっていうような感じで塗ってます。なるほど、はい、黒くするの定番ですけど、はい、確かに黒くしてかっこいいんですけど、うん、やってるな感は出ますからね。そうなんです、そうなんですよ。それをあえて今回この絶妙なガンメタって言っていいのかな、これなんて言ったの、一応イノゼテックのフィルムサンプル使って先に届いてたホイールと照らし合わせてやったんですけど、スモーク系というかグレー系の色で、あ、そうそう、メタリックのタングステングレーってやつで、それをもうカラーサンプルとしてボンドボディにお願いして塗ってもらってます。じゃあタングステンってことはやっぱり金属系の。そうですね、はい、それに近いような濃いめの色で塗ってあると。はい、これは絶妙で言われないとわからない。ちょっとわかんないですよ、僕もボンドボディから戻ってきた時にこれ塗ったんだよなって一生思っちゃうぐらい。まあ、でもそこが狙ってるところなんです、ね、そうそうそう。ただ純正の LX と見比べてもらえば全然違うんだよ。もう相当カスタム上級者ですよ。そう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 。というわけでここ全部手が入ってる、はい、塗ってます。だから本当に純正オプションでなんかこういうパッケージあるのかなみたいな。あ、そうですそうです、はい、そうです。そういうニュアンスで塗ってる、はい、だこの辺の車ってやってる感出すのもかっこいいですけど、うん、あんまりこうやってんな感出るとちょっと若者感というか、そうですね、ちょっと改造車感が強くなっちゃうんで、はい、あえてこの辺は絶妙な色合いで塗ってると、はい、あともう一つさっき話が出てきたんですけど、同じトーンにするっていうのは、うん、あらゆることでかなり有効らしいです、はいはい、何を書くと、はいはい、私色彩検定持ってるんです。おー、それも、はいはいはい、テストで出てきたんです。あ、色味を合わせたりとか明るさを合わせたりとか、あとトーンを合わせることで、うん、その違う色でもこう統一感が出るっていう、うん、その辺の技が、そうですね、無意識のうちに使われているということで、まあ、ただ難しいですけどね、やっぱそのさっき言ったようにやっぱ字が違うんで、そもそも確かに、まあ、同じ色には近づけてる、はい、100% なんで出ないですけど、はい、というわけで前回りはこんな感じ。はい、そうですね。あとはまあ細かく言うとスモークフィルム貼ってます。ここもスモークペイントか。なるほど、ます、まあ、ここそのまんまだとこのメッキが目立ちすぎちゃうっていうのがあるのか。そうですね、ちょっとトーンダウンさせてもらって、というわけで前回り絶妙に手が入ってる、はい、であとはもうフロントはそんなもんですね。こんな感じ。あとはもう横またブラックアウト系をやってるんで。なるほど、はい、じゃあ早速横を見ていきましょう。
こちらの LX600 に履かしたホイールがこちらです。はい、MV4 ジロの SL501 3ピースですね。ただできないって言われたんですよ。なんでかって言ったら、この SL501 って5ケツだからやってるデザインだったんですよ。確かに。そうで、わざわざ6ケツで1個増えるじゃないですか、ボルトホールが、うん、だそれ用に作ってもらったんですよ。あ、じゃあ何これ、スポークのこのセットが1本増えてる。そう、増えてるんです。なるほど。だからまあ厳密に言ったら SL601 になっちゃうのかなって感じですけ ど, なるほど。じゃあ本当はこのデザインないんだ。ないんですよ。じゃあもう6ケツ用、まあ、ランクル LX6 ケツなんで6ケツ用にこの辺を全部作り直してもらって。そうです、そうです、今回装着してると。はい、だこのこのダブルスポークがもともと5本だから501だったんです。なるほど。でもそれを、でそれがボルトホールと組み合わさってのデザインだったから、それを一つボルトホール増やしちゃったことで、まあ、デザインが少し変わってきたっていうような感じだったね。すごいね、それ。そう、確かにアメタンってもうこの辺まで全部デザインされてるから、はい、もうボルトホールのその数、はい、位置もう全部踏まえて、そうだったみたいでもう注文したらこれできないみたいですよって言われて、それなんとかなんないですかって言ったら、まあ、ちょっとデザインを変えさせてもらえればできると思う。あ、そうなんだ。はい、柔軟すぎじゃない？かなり柔軟すぎましたねできんのかいと思いましたけどね。デザインからじゃあやり直して。そうです、そうです。じゃあもしかしたらこのデザインこれだけの可能性が、はい、今のところはそうじゃないですか。要は501で6ケツの人がつけない限りはもう本当にオンリーワンのホイールになってるはずですね。なるほど。で特に6ケツだとホイールの選択肢がやっぱり圧倒的に少なくなっちゃうんですけど、そうですね、もうフルオーダーのアメリカ製単造ホイールであれば、うん、はい、まあ、そういったわがままが通る場合もあるということで、そうです、そうです。今回そんなスペシャルなホイールが装着されていると、はい、そしてこれサイズはこれ24インチですね。これランクルもしくは LX だともうこのサイズじゃないとって感じじゃないですかね。と同時にまあ普段使いマックスサイズかなっていう感じしますよね、うん、そうですね、まあ、もちろん入れようと思えばもっと大きいホイール入ると思うんですけど、はい、タイヤの選択肢が少なくなったりとか。そうですね。あと一流品のタイヤで決められない。決められないですね。というわけで今回はタイヤはコンチネンタル。はい、これ知ってますよ。ゲレンデに24インチ履いて、はい、うん、ちょっとデカバキする時のサイズですね、はい、あ、そうです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 。295、はい、3524、はい、というわけでもう一流品のタイヤなんで、まあ、インチアップしてもやっぱり乗り心地だったりだとか、はい、静粛性だったりとか、そうですね、ある程度キープされてると、はい、で石井君多分タイヤたくさん売ってるんで知ってると思いますけど、インチの扁平率よりかもタイヤの銘柄の方が重要だよね、うん、あ、それはあるかもしれない、うんうん、それはそうですね、一番重要視するかも。本当にある程度薄いの履いても、はい、ちゃんとしたタイヤだったら乗り心地だったりだとか、うん、そうですね、静粛性結構保てるけど、はい、いくらこう扁平があってもちょっと安いタイヤとか、いや正直言うとそうですね。なんでぜひこの辺のサイズだったらなおさら一流品のタイヤを組み合わせていただきたいというわけで、こんな感じの組み合わせになっている、はい、そして先ほど話も出ましたけどこのフィニッシュが絶妙ですね。ポリッシュドシャドーブラック、シャドーって名前つってかっこいいなと思って、なんかちょっと初めて聞いたかもしれない。そう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 、これはじゃあポリッシュベースにこの透けてる感じの、まあそうですね、スモークのキャンディースモークかけてっていう感じじゃないですかね、してるということで、はい、もうなんか金属感ありつつ、はい、高級感ありつつ、ちょっとやっぱエロいなと思ってやってみました。そしてこのレクサスの綺麗なボディカラーにめちゃくちゃマッチしてる。そうですね、この輝き方いいなと思って。でレクサスってやっぱり塗装のこの面がちょっと鏡面に近いというか、はい、他の車よりやっぱり磨いてあるみたいなので、うんうんうん、塗装の感じがすごくヌルヌルしてるとか、はい、でそれにすごくマッチしたこちらのホイールが装着されてる、はい、あともう MV フォージドといえばこう削りの技術の高さじゃないですか、うん、そうですね、石井君は工場行ってないんですよね。行ってないです、はいはい、私は行かせていただいて工場見てきましたけど、はい、現在の会長、はい、MV フォージドの会長がなんかその機械系のエンジニアの方で、はい、あ、そうなんですか。でなんか独自のノウハウでなんかその機械をセットして削ったりとかしてるんで、もうその CNC から出てきた状態で全然バリがないっていう。あ、それはすごいですね。 それいろんな工場行っていろんなホイール見させてもらいましたけど、だいたい一発目 の, その CNC から出てきた時ってこう角に結構バリがあって仕上げをしないといけないんですけど、 MV の, その CNC から出てきたホイール、はい、一発目からもうツルツルなんです、へー、
なのでそういった削りの技術の高さもすごい生きてると。あ、そうだったんですね。はい、そうなんです。というわけでこんな感じのホイールがセットされている。はい、でキャリパーはこれもともと黒。もともと黒です。何も触ってないですね。なるほど。その辺りはじゃあなんか色も増えることなく。そうですね、はい、非常にまとまりがあると。はい、だと今回これ車高はいじってますか。いや、いじれないんで何もやってないです。そうなんだ。600まだダメですね。車高を下げる術がないですね。あ、そうなんだ。エアサスコントローラーも出てないですし。あ、出てないの。まだ出てないですよ。かといってなんかロワリングロッドとかなんかそういうのでできるわけでもないですし、そこはメーカーさんとか頑張って作ってもらわないと。なるほど。って感じですね。で、まあ、基本的には純正である程度上げ下げが一応できます。ただこれがなんか一応一番低い値らしいんで。なるほど、はい、じゃあもしかしたら今後はもうちょっと下げたいですけどね。できるわけ、はい、できるかもしれないということで。そしてあとは、あとはまあちょっと横の見た目から言うと、はい、ウィンドウモールと、あ、ここ、はい、これもともとメッキ。そうです、はい、ウィンドウモールとドアハンドル、あとルーフレールまで。あ、ここも、はい、ブラックアウトしてますね。ここはもうすんなり単純にブラックアウトします。なるほど。グロスブラックでナイトパッケージみたいな、はいはい、というわけでここもここも、そして下に行ってここも、はい、確かにレクサスここね。そうなんですよ、メッキがね。なぜか僕らあえてなぜかって言っちゃう残ると。あれミラーはないんだよね。ミラーは塗ってないんですよ。塗ってない。あ、でも、うん、ここスモークかけたんじゃないかな。ちょっとなんかかけた気がする。ここかかってんだ。なんかトヨタの車って結構ミラーにメッキを入れるイメージ。でここもちゃんとトーンを落としてある、はいはい、さあそして後ろのホイール、これは4本通し、はい、通しですね。オフセットも、オフセットはちょっと変わってます。あ、そうなんだ、はい、やっぱりじゃあ後ろは後ろで調整して。そうですね、はい、ただサイズに関しては同じ24インチの295で装着してると、はいはい、こんな感じになってると。いや、24インチでこのバカデカボディ、あのすごい威圧感ありますけど。そうですね、まとまりが非常にあって、やっぱり24じゃないとっていうのもありますけどね。やっぱこのサイズ感に合わせるってなると。というわけでこんな感じのサイドビューになっております、はい、そして後ろに回っていくと、後ろもねまたいろいろ塗ってるんですよ。あ、わかりましたよ、後ろは。はい、まあまあそう、多分この辺。そうですね、フロント同様ガンメタというか。そうですね、濃いめのスモークで塗って。ここもまあちょっとこれライトで難しいですけど、ここもだから前とその、あ、ここもホイールの色に合わせた色で塗ってるんですけど、うん、その前にここなんですよ、うん、え、これね本来これ全部樹脂なんですよ、このバカでかいディフューザーみたいなやつ。え、全部樹脂なんです。これ自体がもう全部樹脂なんです。樹脂、樹脂、本来は純正は。そうなんだっけ。このでっかいディフューザーっぽいのはもう全部ツルツルにして塗って、うん、で塗り分けてるって感じですね、上と下で。これ分かんないね。そうなんですよ。 でもこっちの方が絶対いいと思うんですよね、純正。なんでこんなにでかい樹脂残してんだろうみたいな。はあ、せっかくの高級車。あんまり樹脂の、まあ、サイドステップとかステップとかはしょうがないにしても、うん、リアバンパーはもともとここ大きい樹脂があるんであれば塗ってあげると全然違和感ないですよね。確かに分かんないですもんね、多分。これぜひちょっとディーラーに乗っていっていただいて、困惑するあの営業の方を見てみたい。あれっていう。そうなんですよ。というわけでこの辺が一通りじゃあ手が入ってると、はい、あとは、あとはまあ一応レクサスのエンブレムは、まあ、これはあの単純にブラックアウトさせてもらって。あ、これ純正じゃないんだ。そうです、これは一応塗って貼り替えてますね。なるほど、ね、で LX600 はもういらないから剥がしちゃいました、うん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 、というわけでそこの他のエンブレムはなしになって、はい、こんな感じ、ね、はい、そうですね、後ろはそんな感じです。だ本当に全体的に手数に関しては、はい、まあ、そこそこやってありますけど、はい、あの分かりやすいカスタムがホイール以外やられてない。そうです、うん、もう塗って勝負してるくらいですからね。だから本当にノーマルの車が並んだ時に初めて分かるぐらい、はい、ただなんかこう全体的にエクステリアから感じる非常にまとまりの良さと高級感がアップしてる、うん、そうです、そうです、そうです、こんな感じのエクステリアになっております。じゃあ最後になりますけども、カスタマイズはこんな感じ、はい、で、あとはプラスアルファで今回盗難防止の機械もついてるんですよね、はい、それがこのオーサーアラーム。そうですね、製品名で言ったらイグラアラームですかね、うん、他の動画でも何度かご紹介させていただいてますけど、はい、専用のタグがないとエンジンがかからないやつ、はい、でこの方からあの指紋認証がついたりして、うんうんうん、まあ、純正のセキュリティ機能結構上がってるみたいなんですけど、はい、やっぱり純正だと全部100台あれば100台同じシステムなん で、 そうです、ね、結構もう盗まれちゃってるっていう話をよく聞くんで、やっぱりこの辺必須かなと。
もうそうですね、やっぱりこのセキュリティの依頼はかなり多いですね。あ、そうなんだ。もうまあ盗まれてからじゃもう完全に遅いですからね。確かに。もうというわけでそういった施工もできますんで、はい、カスタマイズプラスアルファもぜひご相談いただけるといいんじゃないかなと。はい、ぜひぜひお願いします。あとは今回 LX のご紹介でしたけど、はい、他のレクサスはもちろん、はい、国産車もどんと濃いですよね。はい、はい、というわけで何でも東京店にご相談ください。というわけで今回は LX600 をご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。